これも確かに気になりますよね。一番最初に出たタトゥー。こんだけあったらどこから。ではあときっかけとかもね聞いていきたいと思います。はい、はい、まずはゆきさん。私が初めて入れたところがちょうど太もものこちらボタンになりますね。ボタン、はい、ピンク色のやつ。そうですそうですそうです。なんでですか。いやこれ入れたきっかけっていうのが、はい、あのもともともう背中は掘る予定だったんですけれど、1回目の掘り行くときにまだあの掘り師さんがまだ絵が完成しなくって、背中のちょっとまだ絵描いてる最中だから太ももボタン入れちゃおっかみたいな感じでした。食前酒みたいな感じ。あ、そんな感じです。メインを待つ前にそう入れちゃおっかみたいな感じで。彫り師の方も大事ですよね。上手な方にやってもらわないと。そうですね、本当絵が綺麗な方じゃなきゃ本当に入れてほしくないので、うん、やり直し期間ことやから慎重になりますよね。はい、なります。だから多分その彫り師さんと出会ってなかったら入れ墨は入れてないですね。へー、はい、全部じゃあ同じ彫り師さん。あ、そうですそうです。あ、へーっていうことは多分僕のは違うってことですね。はい、そうです。一番最初に入れたタトゥーどれですか。はこの虎と剣ですね。うわーかっこいいですね。確かにこれどういう意味合いの。これはまあ虎は強さの象徴っていう、はい、でこう剣が出ててこうジャブが刺さるようにみたいな験担ぎ。あー、なるほど。それデザインは自分で考えたんですか。まあこうニュアンスだけ伝えて、はい、で彫り師さんに描いてもらって。はい、格闘家の方入れますか。そうですね、まあ肘にあのクモの巣だったり憧れの。それ憧れなんですか。はい、マーカス・コナンっていう選手が昔、はい、肘にクモの巣入れて。あ、格闘家の方入れられてるのを見て、あ、かっこいいなと思って入れたってこと。あ、そうですね。あ、なるほど、そんなんもあるんや。はい、あとトンボとか。トンボだ、ほんとトンボ。これはあの勝ち虫って言って昔の武将とかが験担ぎで入れてたっていうか防具とかに刺繍とかやってたみたいなんですけど。なるほどなるほど。あの兜につけてたりとか。そうですね、はい、それもちょっと験担ぎで仲間内でトンボ入ってる人多いですね、ファイターで。はい、金堂さんが一番最初に入れたんですか。そうですね、まあ一箇所なら分かるんですけど、今の日本でこう見えるとこまで入れるってなったら相当制約生まれるじゃないですか。そこでやっぱちょっとためらう気持ちはもう皆さんあったんですか。自己満の世界なのであんまり気にせず入れてましたね。気にせず、はい、マックさんも。そうですね、どんどん増えてっちゃいますよね。止まらないです、ね。あの肌を埋めてきたくなっちゃいますよね。手の甲もいずれいっちゃうんですね。あ、が見えるところには入れないようにしてたんですけど、結局入れちゃってますよね。入れちゃってます、ね。今の感じやったらもうゆきさんは増やさない。あ、もう私はこれで完成形の形になってます。あ、そうなんですね、はい、堀石さんから左どうとか言われそうな。あ、言われないです。もうこれでも完成だねって堀石さんも言ってますね。これ以上逆に増やしちゃったらもうただ入ってる人になっちゃう。すいません、横にそういう方。もう誰がただ入ってる人や。僕ちょっと耳が痛かったんですけど。すいません、ごめんなさい。僕さんもう冗談ですよ。さあでは翔さん、はい、一番最初に入れたタトゥーは。 YouTube で見られるのはここまで。アベマなら銭たちを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはこのボタンをクリック。